ビリギャルヒットで、照明、有村架純は、アマ女優で一人勝ち。アマちゃん出身女優は、今や、有村架純22の一人勝ち状態だ。有村が、金髪ギャルの主人公を演じる映画、ビリギャルが大ヒットしている。今月1日から、全国284スクリーンで公開される夜オープニングの週末2日間で、22万人以上を動員。どの劇場も、中高生や家族連れを中心に満員御礼。 最終的な京王サムは20億円以上を見込めます、工業関係者と言うからすごい話である。しかも、映画には、有村以外は、先生役の伊藤敦志、母親役の吉田羊と、父親役の田中明氏くらいしか、有名俳優は出演しておらず、また、衣装を凝らしたスタジオでの撮影もなし。ギャラの高い俳優は一人もいないし、ほとんどが、学校、塾、屋外で撮影されているため、制作費は、かなり安く洗ったはず、映画関係者。 学年ビリのギャルが、一年で偏差値を40上げて、慶応大学に現役合格した話というベストセラーが、下敷きにあったにせよ、主人公である有村の魅力一つで、最後まで、観客をスクリーンに引き付けているのだから、立派なものである。NHK 朝ドラ、アマちゃんでは、主演のノードシレナ、橋本愛に次ぐ3番手以下のポジションだったが、今や、映画、ドラマ、CM と大人気なのは、周知の通り。ノード氏も橋本も、まだ、映画を当てた実績はないだけに、ビリャルのヒットは、 有村の才能が本物であることの少佐と言えるヒットしたホットロードは誰が主演だったの ?30 億近くいったはずですよ能年ファンでも何でもないけどちゃんと調べてから記事にしましょうよ間接的に洗脳疑惑の能年でなオディスって陥れたいんだろうけど松岡真優もかなり活躍してるし有村架純が素敵だと思うのは同意だけど有村架純さんは可愛いし いい女優さんだと思うけど、比べて、ノ年ネンちゃんを貶としめるのはどうかと思う。ノ年ネンちゃんは、本人のせいではなく、明らかに、事務所の戦略や能力のせいで、こうなったと思う。洗脳騒ぎも、それだけ頼れなかった事務所ってことでしょうドラマや映画や CM での活躍は、有村霞が一番多いけど、ア女優一人勝ちってのは、言い過ぎな気がする、事務所によっては、仕事をセーブしてるところもあるからね。 アマちゃんの他の女優さんもよく見ますし、1人勝ちという表現よりかは、一番ブレイクしたという感じだけど、松岡真由さんもかなり頑張っていると思うけどね。映画、ドラマ、バラエティとあらゆる分野で活躍しているよ。事務所の力ってすごいんだが。